アクティブパーソンですこのコーナーではさまざまな分野で車を支える人とその情熱にスポットを当てていきます第4回目となる今回は SPK 株式会社でモータースポーツのショールームとシミュレーターラボの運営を担当している菅原達也さんに注目しますやってきたのは大阪市福島区にある SPK 株式会社の本社。 ここで SPK の取り扱うさまざまなモータースポーツ用品を展示するショールームやシミュレーターラボの運営を担当しているのが菅原達也さんですでこの本社内、あのレーシングスーツであるとか、うん、あとはヘルメット、うん、グローブ、シューズなどの実物を確認することができると、まあ、販売は別のところでしてるんですけど実物見れます、うん、こちらが SPK が2024年4月に開設したシミュレーターラボ。 ここには最新のレーシングシミュレーターが4機設置され自動車メーカーや大学などでの研究開発のほかさまざまなイベントでも活用されていますこのシミュレーターかなりリアルな車両の動きを再現していて<う>さまざまなタイプのモデルが用意されているんですよ、うん、う真剣だそうですアドバイスをいただきながら <laughs> 新しくソフトを入れたりとかしたときに、そのアクチュエーターの動きとの連動の部分を調整したりですとか、あとは、えー、とお客さんからこんなことできないのみたいな要望をいただいたときに、実際、まずここのラボの方で一度試してみて、こんなことならできましたよみたいなことを報告したりだったりとか、そんなことをやってます、ね、実は菅原さん。 シミュレーターを使ったバーチャルのレース e モータースポーツの選手2019年には世界第2位を獲得するなど実績を重ねていますやっぱりモータースポーツって結構そのリアルの方ってハードルがちょっと高いかなって思うんですよただその e モータースポーツはそこのハードルがぐっと下がっていてそれこそ免許がないような世代でもできるしもう 時間場所を選ばずできるっていうところで、そういうところがいいモータースポーツの魅力の一つかなと思いますね。そんな菅原さん、バーチャルで鍛えた腕でロードスターパーティーレースといったリアルのレースにも参戦しています。車の動かし方っていうのがどんどん無駄がなくなっていって、綺麗に走らせられるようになったっていうのは。 あってそれが本当に大きかったなって思います、ね。その今までいいモータースポーツでこうもう一段上の走りがその実車のレースを経験したことによってできるようになったっていう部分はあります。菅原さんにとって車ってどんなものですか？はい、車はもう自分の一部アイデンティティですね。お憧れの車とかもう今現存しないような車。 っていうのもシミュレーター上だったら乗れるし行ったことないサーキットそれこそ世界中のサーキットを好きなだけ走ることができるっていうのがすごい楽しいなと思いますねいやもうね今のコメントめちゃめちゃ面白くてというのもあのシミュレーターってプロのレーシングドライバーがレースの前にそれで訓練したりするでしょ、はい、あとは e スポーツ e モータースポーツをやっている若い子が実際のモータースポーツの場にステップアップ していいくみたいなねそういう捉え方をしてたんだけど今の菅原さんの話聞いたら、えー、実車に乗ったことでより いいモータータスポーツの腕が上がりましたっていう <laughs> これになるともうバーチャルとリアルってどっちがどうなんだろうとかねなんかそのぐらい今の世界ってそれが融合してるんだなって思いましたねどちらも行き来することで得られることはあるようですしあとこのシミュレーターですがまあレースのみならず車の開発でも採用されてきていて VTR に出てきたシミュレーターも実は車メーカーなどでも採用されてるそうなんですようん。なるるほどどどね今っててて車車の開発がどんどん複雑化してきてる中でい,かにいいい中でかにを 的に作ろうかってなるとやっぱりこういう技術っていうのはね やっぱどうしても必要になるし実際、もうこういうことねやり始めてるんだよねそうですね、うん、あとはサーキットって走ることってなかなか難しい時間的にも予算的にもでも、菅原さん、これまで30万キロ以上をシミュレーターで走行されてきた <laughs>、まあ、このマイレージしっかり稼いでいらっしゃいますし、うんまあ、そうした菅原さんのご経験が、まあ、皆さんへのアドバイス、ね、またこれが最終的に車作りに結びつくっていうのが面白いですよね、うん、世界中のサーキットの走り方を覚えちゃってるんだろうね。いいやそうでしょうね <laughs> はい

皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。エンジン